どうもアガポニです。今回は決戦のオアシスの攻略法についてです。それでは早速いきましょう。まず決戦のオアシスの場所ですが、マップで言うとここになってます。この場所には金庫がありまして、最初はロックされている状態ですね。でこのロックは一番星の隠れ家エリアに点在しているお宝3枚のトランプを集めて、そのマークと数字を金庫のダイヤルを回して一致させることで解除することができる仕組みになってます。ただこの金庫の数字はプレイヤーごとに変わるので、私のこの271で必ず開くわけではないです。集めたトランプはプラスボタンのメニューを出して、さらに B ボタンのタブレットメニュー内のミッションリストを開くから確認することができますね。もしまだトランプを3枚集めていない場合はエリア探索をして先に集めてくる必要があります。トランプ集め自体はそこまで難易度が高いものではないので、エリアを順々に回っていけば集められるかと思います。キッチンテーブルの登り方がね、少し分かりにくいですが、その点に関しては過去動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。で金庫を開けると段取りバトルとなる決戦のオアシスに挑むことになります。通常の段取りバトルに関しては失敗した場合であっても隊員のレンジャーに頼めばクリアすることができるものなんですが、この決戦のオアシスに関してはレンジャーに頼むことができないです。というわけでクリアするための立ち回りについて解説していこうと思います。まず最初はピクミンを増やすことを優先しまして、近くにあるペレットにどんどんピクミンを投げて回収していきます。回収が終わったピクミンはすぐに収集をかけつつ、近くの原生生物も倒しながらとにかく数を増やしていくと。この辺りの金塊は少し回収の手を回しておくといいかと思いますね。でピクミンが少し増えてきたら、こっちにある壁を破壊していきます。拠点にもよってピクミンを回収しつつ、金塊回収の増援ですね。壁の破壊が終わったら奥にあるペレットや宝の回収をしたいところなんですが、まずは原生生物を優先して倒しておくのがいいかと思います。その上でペレットの回収ですね。手元のピクミンがいなくなったら拠点で手が空いているピクミンを回収します。で近くの原生生物は倒しつつ、こっちにある金塊も回収ですね。なかなかね忙しいですが、手が空いている子に関してはすぐに回収しつつ、さらにお宝回収の指示を出していきます。原生生物は邪魔なので倒しておくといいですね。で所持ピクミンが50匹になりましたが、50匹がね上限となってます。この後は近くの回収できるお宝をどんどん回収していくと。この時点では特に敵陣に攻め込んだりせずに、まずはリスクなく運べるお宝を確実に運んでいくのがいいかと思います。でこんな感じで落ちているハテナカプセルはいろんな効果が得られるので、見つけたら触れて回収しておくといいですね。その上で敵が運んでいるもので簡単に奪えそうなものがあれば奪っていきます。
特にプレミア品を運んでいる場合は狙っておくといいですね。ただ無理はせずに、基本は回収できるお宝を回収していくようにしていきます。で、後半に入ると逆転爆弾というのが出てきます。これを敵陣まで運ぶことで相手のポイントを削ることができるというアイテムなので、これが出てきたらピクミンに指示を出して運んでおいてもらうと。その上で相手の宇宙犬が邪魔しに来たら、ホッチの突進とピクミンの一斉攻撃で倒しておくといいですね。で、この段階で余裕があったら、この中央あたりにあるイチゴを回収しておきます。ここで逆転爆弾が敵陣に入ったので、ポイントを削ることができてますね。ここまでの立ち回りができていれば、ここから逆転されることはそうそうないと思いますが、では緩めずにね、回収できるお宝は運びつつ、相手のプレミア品で奪えそうなものがあったら奪っていく立ち回りを意識していくと無難かと思います。その上で終盤はこの金のラフランスを狙います。正直ここまでの立ち回りをしていれば、これは運ばなくても勝てるかと思いますが、狙えそうなら狙っておくといいかと思いますね。途中ね、原生生物がいるので先に倒しておく必要がありますが、ちょうどこの下に噴水があったりして少し手間取る可能性があります。で、アイテム金のラフランスは狙ってくるので、途中奪われたりすることもあるかと思いますが、最悪運ばれなければいいので、妨害しつつ時間を稼いでいけば勝利自体はできるかと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。